経済安全保障について議論する自民党の議員連盟が会合を開き、中国の反スパイ法などへの対応について意見を交わしました。会合には、中国でスパイ行為の疑いをかけられ、6年余り服役した日中青年交流協会の元理事長、鈴木秀氏さんが参加し、拘束の実態を語りました。会合後、 テレビ東京の取材に応じた鈴木さんは、拘束後の政府の対応が重要だと話しまわれ我々がもし捕まったら、日本の国が助けてくれるんだと、だから我々は頑張って仕事できるんだというその現地の人に対するうー少しでも安心感を持たせることが大事